こんばんは。ムートン王国亭主の岩井幸四郎です。自称海水魚マニアで、家に90センチの水槽を置いて毎日飲みながら、まあ見ながらお酒を飲むのが好きです。今日ご紹介するのは、7月の20日に沼津の千本松原という海水浴場に行った時に、ちょうど台風が近かったんですが、その時に偶然拾ってきた波に打ち上げられて倒れているのを息子が発見して、手に取って見てみたら、いたのがハナハゼです。自然のハナハゼだったので全然慣れてくれず、やっと今9月の13日ですが、やっと慣れてきた感じですが、また巣の中に入ってしまいました。結構時間かかりますね。最初は名前差で慣らしていきながら、今では人工の餌も普通に食べるようになりました。ちょっと出てくるまで時間かかると思いますので、最近購入したこのスターポリプ、結構ふさふさと茂ってくれてお気に入りです。あとですね、これセンターホワイトの星形の、まあスターポリプですね。そしてハナハゼがここで、ここの巣穴で共生しているのがテッポウエビと共生しています。今はもうちょっと警戒してしまって、かなり奥に引っ込んでしまいました。もう慣れたもんですね。ジョーフィッシュはもうここに長い間巣を作ってずっといます。そしてこの辺のディスクコーラル、結構自分で移動しますね。結構増えてきました。またハナハゼが出てきたら撮影したいと思います。